おはようございます。今日も懲りずにこの、目を一生懸命負けている、髪の毛ボサボサのふやけたおっさんが、今日も町工場のおっさんが、なんと今日も青二才映えますゲリラセミナーなるものを行います。今日寒いですね。寒いですね。博多、福岡、博多の街も寒いです。今日は仕事です。皆さんどうでしょうか。3連休の方もいらっしゃるでしょうか。私どもの会社はですね、町工場はですね、昨日は休みだったんです。今日、明日も仕事です。有意義な一日を皆さんお過ごしください。これからもですね、楽しく、人生、楽しい人生を送りください。それでは今日はこれで、終わります。終わるわけいかないですね。はい、それで、今日はですね、昨日まで、電力グリーン調書、発電に関する、再生可能エネルギーを使った場合の発電、再生可能エネルギーを使った発電についてはグリーン証書というのを発行されて、それが実際に発電されている方に回っていくという、そういう仕組みがあるわけですね。それが電力グリーン証書ということなんですけども、この発電というのはですね、これはですね、皆さんも日常生活においてですね、電気を使う照明ですね、あるいは暖房、冷房、あるいはですね、このパソコンに関しても、これは電気、発電されてその電気を使っているわけでして、日常生活にとってですね、重要な役割を果たしているわけですね。逆にこの電気そのものがないとなるとですね、ろうそくを使って明かりにするとかですね、ランプを使って明かりにするとかですね、非常に不便というか、もう戻れない生活になるわけですね。この電気っていうのはですね、実際発電してるわけなんですよ。誰でも分かりますよね、そんなこと言わなくても。この実を言うとですね、この電気発電っていうのはですね、エネルギーの中でもね、最もですよ、最も重要で、かつ、最もエネルギーを使用する、一次エネルギーを使用するんですよ、この発電という。それで、この発電に関しては、法律があります、法律。で、RPS 法というのが出てくるんですけど、この RPS 法の背景になるもの、発電に関する法律なんですよ、この RPS 法というのは。皆さんよくご存知だと思うんですけど、この RPS 法のまずですね、背景について説明申し上げたいと思います。この背景についてはですね、日本に、関たるエネルギー庁というのがあります。経済産業省のエネルギー庁、そこのデータをまず説明申し上げればですね、一目瞭然であろうというふうに勝手な認識においてですね、データについて申し上げたと思います。今日背景だから早く終わりますよ。有意義な一日をお過ごしください。でですね、でですよ、説明しますね。あ、今日も眩しいかもしれないな、もしかしたら。こういうことです。こういうことって言ってもわからないですね。はい、ですね、まずですね、発電に関してですね、どういったエネルギーで発電しているのかっていうのがね、まず説明しますね。2008年エネルギー庁が発表したやつなんですけども、石油が 19.5%。 この石油というのはですね、一時二次石油ショックというのがありましたけど、それに伴ってですね、この石油というのは発電に占める、エネルギーに占める、特に発電に占める割合というのはですね、かなり下がってます。一時期は相当なパーセンテージだったらしいですけど、今現在は 19.5 で、石炭が 15.7、 天然ガスが 25.1 で、原子力 20.1、 これが次第に上がってるわけですね。原子力で、揚水、これ水力ですね、 10.7、 新エネルギーで 8.9 なんですよ。原子力、天然ガス、そして、石炭、石油、化石燃料と原子力で、なんと 84% エネルギーのうち 80.4% は、化石燃料と原子力に頼っているというのがあるわけですね。これは発電に関する、これは設備容量、つまりこれのエネルギーは何を使って発電しているかということなんですけど、こういった割合になっています。でですね、次、枯渇なんですよ。化石燃料枯渇ですね。当然ね、これだけのエネルギーを食べてるわけですよ。ただ、このエネルギー、なんと枯渇なくなるんですね。石油42年後、石炭122年後、天然ガス60年、で、ウラン、これ原子力の原料ですね。
原子力をで発電する際、ウランがいるんです。これ100年と言われています。ただ、なんで原子力かというと、また説明しますけど、原子力は CO2 を排出しない。あるいは、核燃料リサイクルがあればですね、ウランは一応100年になってるけど、もっと使える。永遠に近い形で使えるんだ。という主張もあるわけですね。それで原子力という話も出ていくんですけど、ただ、原子力の場合はいろんな問題がありますね。まず、その核廃棄物をどうするんだ。まだ、未だに埋めるという話もあるんですけど、埋める場所は決まってない。その廃棄物をリサイクルして使おうとするんですけど、まだその循環のシステムは出来上がってないわけですね。そうすると、その原子力自体は被爆という大きな人体に影響あるどころか大変なことが起きるわけですね。被爆となるとね、遺伝子までが影響を受けるわけですから、人間のですね。そうなると原子力というのはね、そのもの自体が危険であるという問題はあるわけなんですよ。で、ウランですね。要するに化石燃料であっても最高といいますか、最も採掘年数が長いと言われる石炭であっても122年しかないわけですね。まあ、私どもの世代はいいかもしれないですけど、今後ですね、孫、ひ孫、そのひひ孫に当たる人物たち、人間はですね、どうしてエネルギーを活用することができるかという問題が出てくるわけですね。そして次、日本のエネルギー自給率はなんと 4% しかないですね、4%。で、変わった見方なんですけど、必ずエネルギー庁が出すんですけど、原子力を国産と見た場合、は、自給率 4% じゃなくて 18% ですよということです。それでもやはり、自給率 4%、18% ってかなり低い数字なんですね。で、ちなみに韓国実はですね、自給率にただ2% しかないです。原子力含めても 19%、似たようなものなんですけど、まあ、人口が違うというのもあるんですけどね。まあそういうことです。自給率が低いとどうなるかというと、やはり、今でもそうですけど、石油の高騰、今石油高騰してますよね。それにものに影響を受けるんですよね。そういうことなんですよ。そういうことです。その、要するにこれは何を話しているかというと、枯渇する燃料を未だに発電に使っているという。84% をなんと今後枯渇する燃料について使っているということを言いたかったわけなんですね。はい、次いきますね。でですね、まだデータあります。で、次にですね、お示しするっていう、立派な言葉を使うとお示しするということなんですけど、そのエネルギーの中ですね、エネルギーがある、いろいろエネルギー、一エネルギーがあるんですけど、その中でも発電に占めるですね、発電に占める割合、どのくらい発電に占めているのかということなんですけど、まず石油 14.4%、次石炭 54.7%、火力発電は石炭の火力発電の 54.7% は発電に使っている。なんと天然ガスに当たっては 66.6% で、再生可能エネルギーと言われていますが、これについて 72.1% で、原子力に至って 100% なんですね。 100% そうするとやはりですね、これ発電エネルギーに関しては発電に占める割合というのはですね、エネルギーの使用用途の割合はですね、かなりの用途を占めるわけですね。これを見る限りについてはもう 50% どころじゃないですよね。相当の割合がやはりこの発電について使われている。で、次に問題なのが温室効果ガスですね。温室効果ガス。CO2 排出ですね。地球温暖化の防止。地球温暖化という大きな問題、有識問題出てますけど。で、石炭火力975。石油火力742、NG、これ天然ガスですけど、火力608、NG 複合519、すごい数字なんですけど、これ一旦太陽光にする、太陽光であれば53、風力29、地熱15、水力15、まあ、原子力低いと言われて22から25、CO2 排出についても化石燃料は相当なる問題があるということで出てくるのがこれなんですよ。RPS4 なんですよ、RPS4。RPS 映像を正式に申し上げるとですね、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法なんですよ。長いでしょ。電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法を略して新エネ電気利用法、あるいは新エネルギー利用特別措置法、そして最も言われるのは RPS4 と、これこういう名称ついてるわけですね。これは何かというとですね、まあ電話ですね。お世話になります、元気です。はい、森山工作所です。はい、お世話になります。はい、やってますよ。はい、わかりました。はい、どうぞよろしくお願いします。そうなんですよ。で、平成14年6月7日に法制化されたんですけど、これ何かというとですね、
これ発電ですね、要するに発電に関して内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保に資するため新エネルギー等の利用に必要な措置を講ずることとし、環境の保全に寄与し国民経済の健全な発展に資するものを目的とする。要するにですね、発電に関して新エネルギーを使いなさいと。そうすることによって環境の保全、完全保全、そして国民経済の健全な発展に寄与するもの、それが目的であるということなんですね。化石燃料で原子力を使わない新エネルギーを使って発電しましょうという、こういう法律ができたわけです。それが平成14年の6月7日です。そういう背景が、今まで説明したのは要するに自給率、化石燃料がなくなる、CO2 の排出、それと発電というのはエネルギーのですね、相当な割合を占めているということの背景があって、こういった法律ができているということを、ということです。今日は以上で終わりたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。さよなら。さよなら。さよなら。